皆さんこんにちは。本日もゴミ拾いをしてきました。その様子をご覧ください。どうぞ。ここは僕の下宿先から自転車で10分ほどのところなんですけれども、ここの川辺、なんか砂利がいい感じで、僕のお気に入りスポットなので、今日はここを掃除していきます。一番最初に見つけたゴミがバーベキューのゴミなんですけれども、空き瓶、網、トング、花火、木炭、もうゴミでバーベキューセット全部コンプリートしましたね。木炭に関しては使えるものも残ってたので、それは別に避けておきました。何か活用できるかな。僕がゴミ拾いを始めて良かったな、変わったなと思うことは、始める前と比べてゴミが落ちてることに気がつくようになったことですかね。いつかはゴミが目に入ると拾わずにはいられなくなってそうです。ゴミ拾いをしていて大変だなと思うことは、周りの目が気になるというよりも、ゴミを拾い終わった後に分別してゴミに出すこと、ちょっとややこしいな、分別作業が一番大変ですね。ここからまだまだゴミ拾いをしていきます。そうだ、ゴミ拾いをする方に勧めたいものがあるんですけれども、僕も使ってるんですけど、このトング、昨日最初軍手でゴミ拾いをしていて、なかなか取りにくかったり、濡れているものを軍手で取ると軍手も濡れてしまってっていうことがあったんですけど、トング優秀。もうそんないいトングじゃなくて安いトングで十分だと思うので、ゴミ拾いをする方はぜひ使ってください。一通りゴミ拾いを終えたので、このお気に入りの場所でコーヒーとパンをいただいて帰ろうと思います。そう、これ風呂敷なんですけど、このクマ可愛いですよね。風呂敷とても重宝してまして、こうやってお尻が汚れないように下に敷いたりだとか、あとは端と端を結び合わせてエコバッグの代わりに食材を包んだりだとか、使う人増えないかななんて思ってます。今日もご覧いただきありがとうございました。ではまた明日。